際子供の頃から教育されてますよね。だから主役を演じる2人が共同作業してお互いを高め合うことができるんです。2人はまさにそういうことをしようとしています。そんな張先生がミュージカルや演劇の中からおすすめ作品を紹介。第3位、美しかった19世紀のフランス。貧しさのために一切れのパンを盗んで追跡した男が改心し、パンを先輩にます。その度に睡眠パフォーマンスするのです。例えばこんな感じ。よしよよしよよしよ。ご視聴の皆さんもやってみてください。恥ずかしいっていうのはポジティブなことです。恥ずかしいことを言って、楽しみ。あ、これ？これどうやって使うやつですか？